はいどうも、しかしです。というわけで今回もね、キャンプ生活やっていくんですけども、今日使うのはなんとこの武器、キャンピングシェルター。それらやっていきましょう。というわけで、マサバ海峡大橋エリアはキャンピングシェルター最強です。はい、まあヤガラでも言ったんですけど、まあ、ヤガラマサバ最強です。はい、よろしくお願いします。まあ相手にもキャンプがね2人いるということで、どう立ち回ろうかなといったところですけども、とりあえず相手のパージに割られないようにパージしていきたいところではあるんですけど、そんなの不可能ですよね。というわけで今日はね、あのゾンビギアをちょっと変えてゾンビガン積みにしてます。ちょっと右奥のリッターがめんどくさいか、ゾンビガン積みにしてるんで、まあ、とりあえず普段ならね、あ、これ行くの迷うから行かないかもってとこもね行きたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず後ろで一発やって、この右に3人いたのにいつの間にか俺が維持してどん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 やっちゃうような感じの、これですよ。これがねキャンピングシェルターいいですよね。そしてこうもうゾンビだし、まあ、ゾンビ発動してないけど俺はゾンビ積んでるんだぞっていうこの気持ちだけで強気に出れる。やばい、これはちょっとやばいかも。さあこれでもいい感じに生存できている。これは味方のカバーを持ちましょう。はい、オッケー、ナイス。さあ、とりあえずチャージャーもやっちゃって、後ろにキャンピングシェルター君いるけど、ナイス。いいね。いや、こんなもんですよ、このゲームは。さあ、とりあえずこの、どうせ引くから割らない。引く読みの割らない、これが刺さってます。さあ、バケットスロッシャー君は後ろで、しばけないので、なんか、知らない人死んだし、チャージャー狙ったら知らないキャンプが死にました。まあ、ウルシはね、これが強いから、この適当打ちでね誰かが死ぬんで、とりあえずこの辺の方々をね、さあこれ普段だったらちょっと下がるけど乗っちゃってバレてない、危ない、悪い。さあちょっといるけど、さあ俺と戦うか。逃げられている、めっちゃ逃げられてる。いやこれ粘られるとちょっとだるいんで、もう一回チャージャーキルしとくわ。もう一回、ついでにキルしといて、また対面するか、これ。さあ、ウルトラショット当たりたくないが、さあ、こっちにパージするんだったら、もう一回ぐらいチャージやっとくか。まあ、当たってないか。さあ、エリア適当に撃っておいて、まあ、一旦塗る？なんか、手前めっちゃ入り込まれてるけど、なんか、正直、こんぐらいカウント取っちゃったら、もう、なんか、そんなにですよ。さあ、とりあえず、このキャンプとの1対1だけど、誰か飛んでる。さあこの飛びをやりたいけど、チャージャーが飛んできてる。チャージャーが飛んできてるのは熱いな、結構。さあチャージャーとりあえずやりたい、オッケー。さあキャンピングシェル、うわ、やべ、イカロール出なかった。さあ、こっからが本番ですよ。こっからね、もうゾンビ発動しちゃってるんで、もう俺、普段よりおせおせだけど、なんか味方強。普段よりおせおせだからゾンビ発動してるから、もうどんどんいっちゃうよ、これ。はい、キャンピングシェルターくん、それ、警戒してないね。ああ、まずい。ゾンビ発動しない。キル取ってしまう、俺。この動きで。たまにはゾンビ発動させたいなって思います。とりあえず。とりあえず、この後ろでちょろちょろしてるだけで、相手視点だるそうではある。トラップ踏ませて、こいつやりたいな。さあ、引かれているが、後ろで。あれ？いや、ゾンビ発動したけど。ゾンビ発動したけど。ちょっとなんか、横槍を入れられた気分だな。さあ、まだゾンビなんで、とりあえず見えた敵に突っ込みちゃいたいと思いますけど。さあ、ウルショやばい。ああ、なんかマルチミサイル。ウルショ撃ってる時のマルチミサイル、世界で一番きつい。さあ、ナイス、ワイプアウト。でもこれまだゾンビ積んでるんで。キルと、ああ、また、ゾンビ発動しない。この武器強すぎてゾンビ発動しないんだけど。さあ、とりあえず、チャージャーやりたいけど、ちょっとやばいわ、これは。ちょっと、誰か当たってくれ。さあ、味方が徐々にラインを下げてくれるおかげで、エリアが塗られていません、これ。天才すぎ。さあ、また、ゾンビなんで、対面しに行きたいが。はい、はい、危ない。ちょ、バケツの一発でかいわ。さあ、これエリア塗れないんじゃない ?GG プロ、ありがとうございました。質問です。きついマニューバー武器とちょろいマニューバー武器を教えてください。まあ、最近きついなと思うのはスパッタリなんですけど、ちょろい武器は、なんだろうな、まあ、まあ、結構ね、マニューバ系統って、ゴブみたいなイメージあるけど、まあ、その中でも、比較的狩りやすいかなっていうのは、クワットケルビンかな。まあ、クワットケルビン相手は、まあ、割と、有利寄りの対面ができると思うので、頑張ってください。もっと質問ください。よろしくお願いします。というわけで、
このローラー君をしっかりと、ナイス、まあ、ローラーやれたらもうゾンビ行きます。突っ込みます。まあ、ゾンビまだ発動してないけど、いざとなったら俺にはゾンビがあるんで、という気持ちでこいつらをやっていきたいか。おっと逃げるか、ナイス。さあこれ後ろがやられているね。後ろがやられているんで、適当にウルトラショットを打っぱなしモード当たらず。さあとりあえずスクリューそろしてやるか。まあ、ゾンビまだ発動してないんで、どんどんキル取っていきましょう。さあ次はこのあれ、あのシューター、環境シューターね。はい、これ気づかない。まあ、こっからもうゾンビなんで、もういくら死んでも復活が早すぎるんで、もうゾンビでいきましょう。これどんどんゾンビでいこう。とりあえず敵がどこにいるかがわからないので、まあ、無駄死にはしたくないよね。はい、キルを取ってしまう。さあ申し訳ないがゾンビが発動しません。さあウルショが溜まったので、おっとゾンビチャンス。いや復活短縮、時間短縮チャンス来てる。これさあ、これ誰か俺をやってくれ。俺をやってくれてもいいぜ。これもう1秒で復活するからね。これさあ結構俺ピンチなんじゃないの、この位置。はいはいはい、いろんなとこに圧をかけて、もうパージで誰か死んだんだけど、なんでなんでだよ。さあパージでさらに誰かが死んで、さらにローラーがどっかにいるけど、まあ俺もキル取ってるんで、まあここ丁寧に行きたいね。よし、ナイス。あれ死んでない、帰ったのか。さあ丁寧に行きましょう。これゾンビ発動してないんで、でもいざとなったらゾンビ発動するんで、まあ強気にね、丁寧とは言いつつも強気に。さあやって、はい、スクリューそろしてもやっていく。マジで熱い。そして生存する。もうゾンビいらんやんけ、これゾンビがいらない。さあこれローラーが、はい、もうバリアがでかすぎてパージが入っちゃうんですよ、最近のバリアは。さあスクリュースロッシャーが多分敵タカを守ってるんで、あこの辺で誰か死んでくれたら嬉しい。さあエリアはナイス。さあもうノックアウトしちゃうけどね、これ。なんかローラーいたし、ローラーやりたいが無理か。ちょローラーいるよね、この辺。怖っ。はい、やって、いや知らないな、何これ、生存の動画じゃん。もうさあもうウルショとか使っちゃってからね、これ。あっ、ゾンビチャンス。というわけでやってきました。死んでもいい時間、死んでも1秒で復活する時間です、これ。さあとりあえずローラーを強気に攻めていきたいところではあるけど、さあこれもうゾンビなんでどんどん割っていきます。ごめんなさい。いや気持ちいい、早すぎる。まあカットするからみんなには分かんないんだけどね、もうエナスタの2分の1ぐらい。あこれこれどう、どうどう、早くない、これどうですか、早すぎるよね。さあこれ後ろのローラーがマジでだるいけど、とりあえずここ維持してればいつかは味方がかわしてくれるであろう。さあやばい、かなり追い詰められている、めっちゃ詰められている。これ OK、 この生存力、はい、しっかりとね生き残ることが大事。さあ味方、敵の逃げ先にウルショを打つことによって、まあしっかりとエリアが濡れる。ちょっと危なかったなこれ、意外と相手もノックアウトマジかだった。さあまた敵の打開だけど、俺は今ゾンビが発動してないので、まあちょっと潜伏してしっかりとローラーをやりましょう。オッケー。さあ結局ゾンビついててもついてなくても強いなこの武器は。ただこの自分のバックにゾンビがあるってだけでもうキルが取れる、キルが取れてしまうんですこれ。さあもう適当にブンブンしていくだけ。さあ復活短縮タイムです。もうどんどん行こう、これどんどんやろう。ナイス、いやこれナイス、熱い。さあどんどん行くぜ俺。さあこれ左のカバンもナイス、天才。もう俺がゾンビ積んでることによってもう味方も強い、これ。さあしっかりとここも一角を当てていき、さあエリア濡れないですね。 GG プロありがとうございました。質問です。ゴンズエリアがどうしても苦手です。立ち回りで意識してることとかあれば教えてください。なるほどね。まあ、僕のゴンズエリアで意識してることを一つ教えるとすれば、潜らない。もう潜らないっていうのが大事なんですね、ゴンズイは。まあ、なぜかというと、キャンピングシェルターがクッソ弱いからです。はい。もうね、橋上がきつすぎる。橋上がきつすぎるんで、まあ、ゴンズエリア本気で X パー盛りたいなって時は俺絶対潜んないです。でも、もうゴンズエリアだけは潜りたいっていう感じなら、教えます、ゴンズエリアの立ち回り。まあ、ゴンズエリアの立ち回り、ゴンズエリアはね、右か左かで維持して、キル取ったり、カバーしてもらったりで、ウルショで適当にキルを取る。
そして押さえはもう敵の端上取りに行くんですけど、まあこれマジで大事なんだけど、あの自分の端下にトラップを置いとくのがマジで大事だし、今俺神プレイしてんのに質問答えてるせいでリアクション薄くてごめん。そうゴンズイはね、自分の端取られたらマジでキャンプじゃ打開できなくなるんで、端を取られないようにトラップをちゃんと置く、これが大事です。じゃあよろしくお願いします。はい、というわけでね、神プレイをした後に敵陣台をするんですけど、ちょっとやばいな、これめっちゃいる、めっちゃ目の前に敵いる。まあ、こっからね、ゾンビをね、しっかりと発動させていきたいところなんですけども、俺のジャンプに気づいてないですね、敵が。さあ、とりあえず、この方々をね、しっかりと、ゾンビです、これ。これ、ゾンビ発動します。ナイス。熱すぎる。このゾンビ。カットしなくていいな、これ、さては。カットしなくていいぐらい、ゾンビの復帰早いわ、これ。ゾンビ、なんか、デスするたびにカットしてるスタイルの俺からしたら、うわちょっとゾンビの動画なーって思ったけど、逆にカットしなくていいな、これ。さては、さあもうゾンビなんで、どんどんカニタンクに喧嘩打っていきます、これ。さあ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 、うわこれゾンビ発動しね、最悪。さあというわけでやっていきましょう。ゾンビがねあるんで、こっちにはまあ味方が死ぬより先に俺が死んであげる、もうそれが大事。でもね、カムバック切って思ったのは、めっちゃインク切れる。なんかカムバックありきだったんだなって。やっぱカムバは偉大だね。カムバ強い、普通に。このカムバとゾンビ一緒に積むみたいなスタイルは、マジで、なんか平均して強いわ。左のスペースシューターコラボくん、ちょっと厄介ですね。とりあえずエリアにパージ流して濡れる、これ、ウルショで、しばいていきたいと思います。どい、誰も知らない。さあ、これ来たね。ジェットパックくん、はいはい、もう俺を狙ってるけど、もう俺はゾンビがあるんです、まあ発動してないけど、このゾンビ積むだけで強気にいける現象に名前を付けたい。ゾンビゾンビゾンビ最高です。さあ俺には復活短縮があるんで、もう今キル取っても無駄ですよ。さあ逆にこっちがキルしちゃうからね。そしてゾンビが切れていきます。さあスペースシューターキル速遅すぎて、なんか全然敵のミスを拾えないのかわいそうだな。指がデブすぎて Y ボタン押しちゃうわ、たまに。さあ敵高い入って、いやこれカニタンク来るでしょ。カニタンクはしっかりとこのもうね、これよ、なんか丸まんのかよ。いやちょっともうそれずる。さあ味方さん落ちからのワイプアウトですけども、まあゾンビあるんで、これにはゾンビあるんで、とりあえずパージに乗って、まあ、この辺のやつやっちゃおうかな、みたいな。さあ、もうゾンビはないけど、ゾンビ積んでるんで強気にいっちゃう。ゾンビ積んでるとエイム良くなるわ。なんか、強気のエイムが強くなるわ。さあ、こいつもしっかりとやっちゃうんで、ゾンビが発動しません、これ。でも大丈夫、もう死なない、俺。ここで耐える。熱すぎる。ゾンビが発動しません、皆さん。助けてください。ゾンビの動画なのに、ゾンビ発動しません。さあ、ジェットパックこっち見てるが、まあ、俺も死なないんで。はいはいはい。GG ブロー、ありがとうございました。質問です。あくびが出る理由として酸素不足という話を聞くのですが、本当ですか？あ、確かに俺って富士山の上で配信してるから、酸素足りないからあくびいっぱい出ちゃうんだ。ごめんみんな、あくびしちゃって。じゃあ、バイバイ。嘘でーす。